はい、こんにちは、ともひろです。今回の動画ではですね、まあ、ステップン、最近ですね、まあ、ソラナの、まあ、価格がね、相場が下がってきていると、価格が下がってきているということで、結構ですね、靴がだいぶ安くなっているわけですね、一時期よりも。そうすると、結構ですね、新規の参入者の方っていうのがたくさん増えてきている状況でして、まあ、いろんなね、ご質問をいただくことが、まあ、前よりも多くなってきました。で、まあ、安くなったとは言ってですもですね、まあ、結構まだまだ高いということで、7万、8万とか、そのぐらいする買い物になりますので、まあ、なるべくですね、最初のスタートダッシュっていうのは、ロスのないようにするべきかなと、まあ、僕は思っています。なので、まあ、最初はですね、とりあえずちょっと、まあ、なんかやってみようかなっていうぐらいの気持ちでやってる方っていうのももちろんたくさんいると思うんですけども、一応今回の動画ではですね、まあ、稼ぐっていうことでね、やっぱりやってるこのチャンネルですので、まあそういった意味でロスなくですね、割と資金回収もしやすいというようなところで、まあ僕なりにですね、その初期ですね、一番最初にどういうスタートダッシュを切ったらいいのかっていうのを、まあ今現時点でのね、僕の考えっていうのをお伝えしていければなと思っております。まあ参考程度にね、聞いてほしいなとは思っています。で、相場っていうのは常に変動しています。まあ今ね、靴今安いですよって話したんですけども、まあこの動画を見ているね、あなたの今の現時点ではそうではないかもしれないので、購入時点でですね、その時点での価格っていうのを必ず確認をするようにしてください。そして、まあ今回話す内容っていうのは僕の感覚の話ですので、まあご自身でですね、他の媒体とか動画とかね、ブログとかそういったものもね、見て調べた上でしっかりと決断をするっていうことをしっかりしてほしいなと思います。それは他の投資とかでもね一緒だと思いますのでお願いします。じゃあですね、早速本題に入っていくんですけども、まあステップの初期戦略っていうことで、まあこれは予算によって変わるわけですよね。一番最初にじゃあいくら出せるのかということで変わってきます。で、投資って何でもそうなんですけども、まあお金を持ってる人の方が確実に有利です。お金のない人の方が有利っていう投資っていうのは、まあ、見たことは僕はないです。なので、まあ、できるだけたくさん最初に投資をして、そして回収を早めていくっていうのが、もちろんいいに越したことはないです。ただ、まあ、やっぱりですね、よくわからないものだし、そんなお金は投じられないっていう方もね、たくさんいると思います。っていうところは、僕の今回のね、この動画を見た結果ですね、どういうふうに感じたかっていうことで、そこは、ね、ご自身で決断してもらえればいいかなと思ってます。はい。ただ、一つ、まあ、一番最初に絶対言っておきたいのは、投資額が少ないほど不利であるというのは間違いないです。はい。で、じゃあ、丸一番目ですね。まあ、基本的には二つのことを大きく分けて考えないといけないと思っていて、丸一が何足を目指すのかってことですね。靴の数です。そして二つ目がメインの靴をどうするっていうことですね。で、まあ、一足の人はまあ、その一足がメインになるわけですけども、三足、九足って増えていったときに、いつもね、使う靴、歩く靴、または走る靴っていうのは一足だけです。メインの靴ですね。で、じゃあ他の靴は何なのかっていうと、まあ、サブの靴になるわけですけども、これはですね、エナジーですね。一日のエナジーを増やすために、まあ、存在する靴っていうことで、実際にそれを使って歩いたりすることっていうのは、まあ、何かない限りはないというふうに考えてください。なので、メインの靴をどうするのか、そしてそこから何足を目指していくのか、この2つの点っていうのを最初に考えて動かないと、時間的なロス、そして、まあ、稼げるね、GST もやっぱレベル上げにね、必要になるわけですから、そこも、ロスするというようなことがあり得るわけですよね。だからそこのところをですね、考えた上で、ちょっと今日話していけたらと思います。じゃあ、まず一番ですね、まあ、何足を目指すのかっていうところで、まあ、資金によるかなと思います。で、そこの2行目に書きましたけども、まあ、現状ですね、靴、まあ、ジョガーで僕は今これ考えてます。で、靴っていうのは4種類ね、ありまして、ウォーカーとジョガーとランナーとトレーナー4種類あります。で、まあ、このそれぞれ4つは何が違うかというと、その稼ぐことができるそのスピードですね、ステップンというのは GPS を使ってですね、そのスピードを見てですね、まあ、その合致するスピード内で動いて移動していれば、まあ、GST がねもらえるという仕組みになっているわけですけども、
まあ、それが普通の一般の方ですね、一番、うん、まあいいのはジョガーではないかなと僕は思ってます。ちなみにジョガーっていうのは時速4キロから10キロですね、この間だからちょっと早歩きぐらいで、ちょうどいいぐらいのスピードです。はい。で、ランナーはですね、時速8キロ以上になりますので、まあ、結構走ると、ちゃんと走ってないと、まあ、すぐ落ちてしまうというようなところです。で、トレーナー後でお話しますけども、トレーナーは、まあ、基本的にはどのスピードでも稼げるよというような、時速1キロから20キロまでという、ね、幅広い、まあ、範囲になっています。で、まあ、これジョガーで考えるとですね、13ソル以上もし資金、が、ね、出せるよっていうか、まあ、13ソル出せない人は、まあ、ステップそもそもできません。一足も買えないんでね。なのでまず13ソルぐらいかなっていう人は一足しか買えませんので、まあ、一足です。もうそれ以外の選択肢がないですね。それから30ソル以上は出せるよっていう人だったら2足からスタートして、この場合はミントゼロの靴っていうのを買います。でミントゼロを買うことで、3足目っていうのをね、将来的に生み出すことができます。なので、3足にするために2足のミントゼロを買うという感じですね。そして45ソル以上を出せるよっていう人は3足スタートですることができます。はい。なので、まあ、こういったところで、まあ、ご自身の、ね、投資額と、まあ、ソルですね、まあ、ちょっとソルに変換しないといけないので、まあ、ここは、ね、計算してほしいんですけども、これで考えてもらうといいかなと思います。まあ、現状ですとソルの値段が6000円とか7000円とかそのあたりなんで、それで掛け算をして考えてみてください。で、何足を目指すのかっていうところで、僕はですね、おすすめは3足からスタートされるのがいいと思います。で3足からスタートして、ミントっていうですね、靴を増やすっていう、そういう、まあ、アクションがあるんですけども、まあ、それをすることによって1足ずつ増やしていく、そしていずれは9足になっていくということです。で、まあ、靴を増やす理由なんですけども、それは単純にエナジーを増やすということです。で1足と2足は一緒で、エナジーが2になります。で3足ですとエナジーが4になります。で9足ですとエナジーが9になるということですね。要は1足2足と3足の間には倍のエナジー量があるので、まあ、単純に倍稼げる量が違うということですね。はい。なので、ここのところっていうのは、まあ、非常に重要になります。早く3足に持っていく、そして早く9足に持っていくっていうのが、まあ、最初の戦略としては考えるべきところになります。あとミントして増やすっていうふうにね、さっき言いましたけども、ミントすることで、途中でアンコモンが出てくる可能性っていうのがあります。その場合はちょっと考えどころではあるんですけども、まあ、アンコモンをそこからメインの靴に移動するっていうことも十分あり得ます。それかアンコモンを売却して、コモンの靴を買って、そして早く急速に持っていくっていうのも手です。はい。必ずしもアンコモンを使うっていうのは、まあ絶対ではないですね。それは初期ステータスとかそういったところも見ていく必要があるかなと思います。まあ、それはちょっとその都度考えていかないといけないところですね。はい。じゃあここからですね、まあ、2番のメインの靴をどうするのかっていうところをね、話をしていきたいと思います。で、一つあり得るかなと思うのが、アンコモンをメインにするっていう手ですね。で、アンコモンのメリットとしてはもちろんね、ポイントの振り分け数が多いのでかなり稼ぎやすいっていうのもありますし、もう一つですね、エナジーがいちいち上昇します。なので、まあ、エナジーがね、増えるってことはすごい重要だって話はね、さっきからしてますけども、例えば3速でスタートした場合、本来エナジー4なんですがエナジーが5になるっていうことですね。なので1日あたり 25% 増えるってことで、かなりこれはでかいです。はい。で、価格をちょっとマーケットの方で見ていきましょう。で、こんな感じでね、フィルターをかけてもらって、例えばジョガーで、考えますと、まあ、ミント2の靴で53とか56ソルとかなってます。なんでかなり高いですね。60ソルとかそのぐらいからなので、まあ、アンコで、まあ、アンコモンのね、1足あたり、まあ、コモン4足ぐらいの価値があるっていうような感じの今価格帯になってます。ただそれだけやっぱりエナジーが1上昇することっていうのはでかいので、もし資金的に、ね、余裕あるよっていう方はぜひアンコモンを1足入れて、コモン2足でやってみてほしいです。でも、ちょっとさすがにアンコモン買えません。でも、もうちょっと資金的に余裕ありますっていう方はですね、レベル19の靴っていうのを買われるのがおすすめです。はい。
例えばですね、ジョガーでですね、コモンの靴でレベル19ってなると3デソルぐらいですね、で買えます。なので、このぐらいのね、靴で、時間が節約、初期から稼げるっていうふうに書きましたけども、ステータスがかなり高い状態でですね、スタートができるっていうのがね、おすすめです。で、できればですね、エフィシェンシーがーとレジリエンスに、振り分けをしている靴っていうのを選んで、ください。GST ね、稼ぎやすい靴っていうのが一番いいと思いますので、なんか変にコンフォートとかラックとかにね、振ってない靴っていうのが、おすすめです。はい。で、ちょっとそれも厳しいですと。30ソルも結構きついですという方はですね、次におすすめなのがトレーナーを買うって言ってですね、はい。で、トレーナーの値段をちょっと見てみましょう。はい。そうするとトレーナーはですね、15ソルぐらいですね。今で言うと10、16ぐらいかな。16、17。そのぐらいで、買えます。ミント2であればですね。はい。で、このトレーナーの良さというのは、そもそも他のね、ジョガーとかランナーとかよりも GST の獲得が、平均して高いということ。そして、どのスピードでも良いということで、ステップね、毎日歩いたり走ったりしていくっていうことで、毎日続けるっていうことが稼ぎにつながるわけですね。なんで雨の日とかでも、歩いたりできるように、どんなスピードでもいいトレーナーっていうのに最初からしておくっていうのはね、非常に重要なことかなと僕は思ってます。なので、他の靴にしたらですね、ちょっと高めではあるんですけども、それでもですね、トレーナーぜひね、少し資金を追加してトレーナー買ってもらうと多いんじゃないかなと思います。で、3速スタートの場合、ここからねミントして、9速にしていきましょうって話さっきしましたけれども、このメインの靴はミント2でも大丈夫です。で、他の2つのサブの靴をミント0にして、2つのミント0からミントして靴を増やしていけばいい話なので、メインの靴をミント0で買う必要はありません。ミント0は高いんでね、基本的には。なので、別にトレーナーレベル19の靴、アンコモンね、それぞれあるんですけども、今おすすめした靴は別にミント2でもいいですっていうことだけは言っておきたいなと思います。はい、ということで、メインの靴の話を今行いました。で、このアンコモンレベル19の靴、トレーナーも全部ちょっと資金的に厳しいですっていう方はですね、基本的にはジョガー、コモンのジョガーでできるだけ初期ステータスの高い靴っていうのを選ばれるといいかなと思います。で、最後にその話をして終わりにしたいと思います。初期ステータスというのはですね、例えばこれでじゃあいきますけども、はい、ここにですね、ベースっていうね、ボタンがあります。アトリビュートのところですね。で、このベース値のところが基本的には重要ということになります。そして、エフィシェンシーとレジリエンス、ここが非常に重要になります、 GST の獲得には。なので、ここの数字っていうのをね、ポイントが増えるごとに割り振っていくというような感じになります。はい。なので、この数字だけを見ていけばいいかなと思うんですけども、僕の一つ基準としてはですね、エフィシェンシーとレジリエンスが足して、せめて10は欲しいというような感じですね。なんで、これですと、7.9 しかないので、ちょっとダメっていう感じですね。はい。で、いいステータスの靴はちょっと高めで売られている傾向っていうのはあったりします。これも 3.3 なんで、ちょっと全然ダメですね。はい。で、こういうふうに、水色のゲージがね、伸びているところっていうのは、すでに、これをね、売っている人がポイントを振っちゃった後っていうことです。で、これはベースのボタンを押すとですね、最初のベース値が出てきますので、こっちで判断をしてください。そして変な風にね、ラックとかコンフォートに振っちゃってる場合はですね、ちょっとその靴はやめた方がいいかなと思います。で、さっきみたいにですね、振ってない靴ですね。ポイントを振ってない靴っていうのは、5レベル、今な、これレベル5の靴ですけども、だから 5×4 で20ポイントは買った後に自分で振れます。なので、そこのところはね、購入後に自分で増やすっていう感じになりますね。はい。で、こうやって見るとなかなかですね、こう安い靴っていうのはやっぱポイントが悪い場合が多いので、エフィシェンシーとね、レジリエンス足して、せめて10以上、できればですね12か13以上だといいかなと僕は思います。
ただあんまり時間かけるとそれはそれで機会損失なので、まあいいところですね、はい、いいところで、もう決めて、買うっていうのがいいと思います。あんまり何日も選んでてもそんなにね、いいことないので、まあ10足して10あれば、まあ、それで買っちゃうぐらいな感じで全然いいかなと思ってます。はい、まあ、この靴の選び方とかに関してはですね、ちょっといろいろね、聞きたいなってこととかあると思います。で、僕の方で、オープンチャットを開設していますので、もしね質問とかある方はそちらの方でぜひお願いします。オープンチャットに関してはですね、概要欄の方に、リンク貼っておきますので、まあもちろん無料ですので、遠慮なくですね、質問して、もらえればと思います。それではですね、ちょっと今回長くなったんですけども、ステップの初期戦略についてですね、初期予算別で、お話をしていきました。まあいろいろとね、考えるところもあると思いますし、ね、まあためになったなと思ってもらえた方はですね、ぜひ高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。チャンネル登録もね、まだの方はぜひしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ちょっと宣伝なんですが、 LINE でステップン専用のオープンチャットをやっております。急ぎで質問があるときなどすぐに回答が来て便利だと思いますので、ぜひ概要欄からチェックして参加をしておいてください。